で、このヘッドをちょっと浮かせると、はい、今度はトップするんじゃないかっていう恐怖感があるんですよね。今度はね、トップするんじゃないかっていうのは、はい、筋肉がほら力入ると硬くなってこう縮まるでしょ、はい、浮かした時に肩から、はい、お、これぐらいでいいんですか、はい、はい、こんな感じですね、はい、前のみさんの右の肘ですか、はい、ここ、はい、僕にとって左、これをインパクトの後に左、右の肘ね、僕の左の肘をこう抜いてくるんです。素晴らしい、どんどんよく最高最初にサンドウェッジを使ったショットと全く違います。すごい余裕です。それとあのちょっとの振り幅であれだけこう飛んでってくれるとすごくあの安心感ありますね。あ、なるほど、やっぱりあの知識も練習量もないのにすごくあの欲張っちゃうんですね。なるほどね。というのはこの状況から直接あのピンをに向かって打とうとするんですよ。なるほど。だものすごい難しいシチュエーションの中でさらにまた難しいことをやろうと、ものすごい難しいシチュエーションの中でさらにまた難しいことをやろうと。